皆さんこんにちは本日は手軽に計算できる消費税のお話をしていきたいと思いますこのシリーズは数学を気楽に学び教養を身につける動画になっております早速ですがどちらが安いかというふうに考えていただきたいと思います税別600円と税込650円消費税は10%とします はい。では、こちらに関してですが、税別600円っていうことは、これって税込み660円ということですよね。なので、この場合は B の方が安いというふうに言うことができますよね。 消費税10%っていうのは実は結構計算が簡単なんですよ10っていうのは100分の10はい例えば税別が100円の時ってどうなるかと言いますと100円に対して 100×100 100分の10計算してあげますこれを追加しますということは10円分追加しますので110円というふうにすることができます 一般的には税別四角円というふうに言われたら四角プラス四角かける ×100 分の10つまりこの四角を10分の1した数ですね1桁をずらして足し算をすれば OK というふうに考えることができますなので税込みを計算するときは元の値段とその元の値段を10分の1した数を足すというふうに考えてあげると OK です これが分かっていれば、税別1355円の時は、1355から1桁ずらした135.5、これを足し算してあげればいいので、1490.5というふうにすることができます。で、こういった小数点が出た場合、どうすればいいかと言いますと、小数点は切り捨てにするということがほとんどですので、この場合は1490円というふうにして計算することができます。ちなみにこのマーク、ニアリーイコールといって、イコールに近い。 という感じでまあそれが分かっていれば例えば全員抜き950円のプレゼントこれをね買いたいなというふうに思った時にあ手元に1,000円しかないというふうになった時に950計算して95足し算する1045あ1,000円超えちゃったじゃんということでじゃあ違う方にしようかというふうに判断することができるようになります。 ということで今回の消費税の話は以上になります。こういったね、瞬時に計算できる方法を押さえておくといいんじゃないかなというふうに思います。私がやっているこの内容っていうのは日曜6時35分スタートしてますので早起きしたい人、数学が興味ある人というのは LINE アットや Twitter とかに連絡をいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。